ってるからスパイク？簡単にチャプチェってできるんですね。唐揚げにはレモンを絞る派です。フライにはライムをかける派です。小豆抹茶、なるほどって気持ちいい。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。バンビーノピザ1680円、新商品です。バンビーノだからツナやコーンがメインのお子様向けのピザですね。消費期限は5月7日です。直径は箱ギリギリの40センチ。オーソドックスなクラストにトマトソース、生地はイタリア製造です。トッピングはツナ、コーン、玉ねぎ、赤パプリカ、黄パプリカいつものパセリです。これ嫌いな子っていないと思います。ね、チーズ嫌いな子は息子の友達に言いましたけど、チーズは3種類、なんでしょうね、ゴーダとレッドチェダーと細切りはモッツァレラかなと思います。私はピーマンが嫌いですけども、パプリカなら大丈夫なんですよね。まあ、大人だからピーマンでも我慢して食べますけども、子どもの日に合わせたピザなんでしょうね。カットの仕方はご家庭によって様々だとは思いますが、うちはがっつり食べるので8分割です。ピザの王道、扇形です。生でも食べられる具材ばかりだからトースターでも良さそうですけれども、いつも通り表示に従って200度のオーブンで15分焼きました。もうチーズもとろっとして美味しかったです。マルチグレインココアスパイク8本入り998円です。メルマガにも掲載されてましたが、ベーカリーの新商品です。マルチグレインのパイ生地にヘーゼルナッツチョコクリームが入っている長いパイです。甘そうですけど美味しそうです。1本あたりは 124.75 円、生地はスペインから、消費期限は明後日です。自転車のタイヤみたいなパイで、表面が雑穀でザラザラしてるからスパイクなんですかね。曲がってるのもあるので測りづらいんですけれども、長さは20センチくらい、重さは 130g くらいです。1本あたりのカロリーは 652.6kcal。 ヘーゼルナッツチョコクリームがたっぷり詰まってるから仕方ないですね。雑穀のパイですけれども、ヘーゼルナッツチョコクリームがかなり主張しているので甘いです。もうね、この3分の1で十分です。普通のチョコパイと同じくトースターで1分半温めたら、表面はサクッと、チョコはとろりとして甘さも美味しさもアップします。でも温めない方がね、私は好きなんですけれども。食事向きではない菓子パンですね。期限までに食べられそうにないので、3分割してからラップしてジップして冷凍しました。ココアスパイクでは家族がわからないからチョコパイって書きました。14センチカット韓国春雨 1kg 入り568円から100円オフです。韓国春雨ですけど、原産国は中国。パッケージ裏にレシピが書いてあって、プルコギのタレと牛肉と野菜、赤パプリカ、オレンジパプリカ、パプリカがあるのでチャプチェを作ろうと思います。さつまいもでんぷんだから黒い春雨ですね。賞味期限は2024年の3月です。茹でると3倍の重さになるらしいので、今回は 120g 茹でました。チャプチェの味付けはプルコギのタレのみです。牛肉の漬け込みと仕上げにも使って整えます。焼きそばと比べると春雨を別茹でするアクションがありますが、結構簡単にチャプチェってできるんですね。キューピーペイザーヌドレッシング1リットル入り658円から60円オフです。コストコで先週見かけた時にちょっとね迷ったんですけれども、やめてよかったです。60円安くなってました。製造は東京都、賞味期限は11月6日です。ゆるいマヨネーズって感じで、特に癖もなく美味しいです。台湾ダージーパイ1969円です。メルマガにも掲載されてました、新商品です。大きく広げた鶏胸肉の唐揚げが3枚、独特のスパイスが香ります。消費期限は5月7日です。唐揚げはタイ製造です。重さは 358g、
730kcal です。直径は17センチから19センチくらい。鶏肉の厚さは1センチで、衣を含めると1.5センチぐらいです。オーブンで温め直しました。このままでも美味しいんですけれども、唐揚げにはレモンを絞る派です。厚めでクリスピーな衣は普段食べている唐揚げとは違った味がしますが、香辛料としか書いていないのでちょっとね分かりません。ナツメグとシナモンを間違えて作ったハンバーグの味に似ています。ね、それはまずかったんですけれども、これは美味しいです。でもお惣菜あるあるで塩味も強めです。バーガー袋が3枚ついてるってことは、これ1人1枚かなと思って、サニーレタスも挟んでチャレンジしてみましたが、半分が限界でした。パパは1人で1枚食べてましたけど。ブンブンシュリンプサラダ1480円です。新商品です。一口サイズのエビフライとロメインレタスとミニトマトと赤キャベツ、珍しくレモンではなくてライムです。ブンブンソース付きです。消費期限は翌日です。消費期限ギリギリに食べたので、レタスが変色しているのが多いので取り除きつつプラターに盛り付けます。エビフライは軽く温めた方がいいですね。ソースが絡みやすいようにミニトマトに簡単な飾り切りを入れました。ブンブンソースの名前の由来は分かりませんが、このブンブンソースはコストコ特製だそうです。ちょっとピリ辛でとても美味しいです。フライにはライムをかける派です。子供にも食べやすい一口サイズのエビフライは、小エビ丸ごと厚めの衣で丸く包んだ感じです。プリッとした歯ごたえもあり美味しいです。小豆抹茶ケーキ1698円です。やっと買いましたが、一応ね新商品です。試食もさせていただきました。黒糖きなこバーケーキに続く和風ケーキですね。母の日も意識してたんでしょうか。消費期限は明後日です。長辺は 28.5 センチ、短辺は10センチ、高さは6センチで、生クリームを入れると8センチくらいです。トレイごと測って1172グラムです。全部食べたら3900キロカロリーです。4センチくらいのカットで154グラム、これで511キロカロリーです。下から見ていきますと、いつものスポンジ、北海道産小豆使用のクリーム、繰り返しスポンジと小豆クリーム、中央にだけある緑のが抹茶カスタード、かのこ豆入りホイップクリーム、トップにシェービングチョコが散りばめてあります。抹茶クリームが控えめなところが絶妙で、粗めの小豆の皮の食感が小豆の存在感をアップしています。小豆抹茶なるほどって感じです。和洋折衷ですけれども、ちゃんとまとまっていて美味しいです。コンビニのどら焼きっぽい味です。ケーキはジップロックコンテナを逆さに使って保存します。バニーサブレ24枚入り2998円です。私老眼だからハニーサブレだと思ったら、ウサギだからバニーなんですね。蜂蜜は使われておりません。大きくてインパクトあるバニーちゃんです。1枚あたりは125円、ちょっとお高いかなと思います。賞味期限は5月9日、購入日含めて4日間です。賞味期限が6日あったという報告もいただいてます。イースターは過ぎているので、これも子供の日か母の日を意識した商品だったのかもしれません。表情もそれぞれで可愛いですね。残暑のうさぎちゃんは24話中3話でした。大きなうさぎちゃんの体重は 60g くらい、体長は耳までで 14センチ、ウエストは7センチくらい、一番幅の広いところで9センチです。1話あたりのカロリーは261キロカロリーです。自分ではこんなに大きくて綺麗な型抜きってなかなかね難しいので、このお値段でも納得です。結局食べる時には割っちゃうんですけどね。そしてパーツごとに割っちゃう。首、
耳、尻尾。よくある手作りバタークッキーのお味ですけど、とても美味しいです。食べ応えがありすぎです。期限内には食べきれそうにないので、1話ずつラップしてジップします。こういうのは待ち付きのジップバッグの方が収まりがいいですね。フードセーバーも使ってみましたが、割れることなく気持ちよく真空パックできました。2話まとめてでも大丈夫。もうね、標本みたいです。気持ちいい。この状態で冷凍します。自然解凍後にトースター、もしくは冷凍庫から出してすぐならラップを剥がしレンジで1分ほどチンします。今週の酒はクリアサヒ、キャンペーンでいただきました。第3のビールなので泡持ちはいまいちですけれども、雑味が少なくクリアです。おつまみはチャプチェ、ブンブンシュリンプサラダ、レッドシードレスグレープ、オリーブオイルポテトチップス、大根の煮物です。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。